ややラフファイトに徹しているという感じのジン・キニスキーであります。清水さん、はい、キニスキーはですねチャンピオンベルトをしている時から今のようなそのラフを中心とする自分本来のファイトがしたいと思っていたんだが、はい、まあ、チャンピオンベルトがなくなったことは実際寂しいけれども思い切ったファイトをできるということで何か試合後スカッとしたものを自分では感じるんだとこんなようなことを言っておりました。なるほど。そして、まあ、自分本来のレスリングができるということでしょうかね。そういうことですね、はい、しかし、まあ、今日で再びチャンピオンベルトを手にするであろうから、またこのラフファイトができなくなってしまうんじゃないかというようなことも言っております。なるほど。大変な地震です。ジン・キニスキー、アントニオ猪木の最上段急降下巻き振り付ける、振り付ける。今馬場選手に離さなかったですね。はい、猪木のパンチ攻撃、キニスキーも応酬。続きジン・キニスキーの続き、猪木パンチ攻撃、足を取った。このあたり素早いタイミング、ジン・キニスキー。今のタックルなんか素晴らしいですね、はい、対決の時来たるチャンピオンチーム、アントニオ猪木フライングヘッドシサーズ。キニスキーを捉えました。ちょうど今のところで五分ぐらいになってきましたね。そうですね、今の日本側ラッシュ攻撃で活路を見出しましたチャンピオンチームであります。バレンタインと交代、チャレンジャーチーム、キニスキー、バレンタイン、二人がかりでアントニオ猪木に向かいます。相手の握り拳をとがめます、バレンタイン。上になったバレンタイン、グラウンドでアントニオ猪木、バレンタインを跳ねのけるショルダーブロック、レフリーも巻き込まれました。慌てて救援に出ようとしたジン・キニスキーとジョニー・バレンタインに巻き込まれました。レフリーのトルコ、スピードがありますからね、はい、結局ああいうふうな場合はスピードがあるからなんですけどね、素晴らしいですね。20分経過、パンチ攻撃、アントニオ猪木、もつれ込んでこのパンチを避けようというジョニー・バレンタイン。キニスキーが出ました。キニスキーの平手打ち、ババゲババゲ、ついに肘打ち、エルボースマッシュが出ました。場外へ倒れ込むアントニオ猪木、すぐ上がらない方がいいですね、はい、猪木立ち上がりましたが苦しそうな表情。バレンタインエプロンで捕まえます。ロープを挟んで、ロープを境に両者の
アントニオ猪木のパンチ攻撃が勝る。額にもパンチ。パンチ攻撃、パンチ攻撃をボディブロー一発。アントニオ猪木が倒れました。猛烈なパンチでやります。またも場外転落、アントニオ猪木。馬場が猪木を助け起こします。15、16、どっちともどっちですね。どっちが出ても、ジンキンスキーも出ます。片足はエプロン。馬場が出ました。馬場の脳天チョップ。バレンタインは喉元に腕をかけました。必要に離さないジョニー・バレンタイン。ジャイアント馬場、エプロンから脳天チョップの雨でやります。肘打ちパンチ攻撃の応酬。バレンタインの顔面も胸板も真っ赤に染まりました。好調しました。ジョニー・バレンタイン。キリスキーが下から足を取りました。エルバードロップ一発。もう隙間なんかないですね。はい、大変なチャレンジャーチームを迎えました。今日のインターナショナルタッグチャンピオンコンビ、キッチンシンク強烈です。ジンキリスキー得意の胃袋破り。鈴木一発でバレンタインと交代。チャンピオンチームもジャイアント馬場と交代であります。馬場のジャイアンチョップ、ジョニー・バレンタインに容赦なく炸裂。掛け声が起こります。東京体育館。バレンタインついに倒れ込みました。バレンタイン立ち上がりません。収録門を押し付けるジャイアント馬場。今の相手がロープにね、はい、引っかかってますからね。立ち上がらせた頸動脈のあたりにジャイアンチョップを食います。馬場、馬場の猛攻が続きます。エプロンから両足が出ました。まあ、これはロープということですね。あれは攻めちゃいけないですね。はい、場内へ戻ります。しかし膝を打ち当てる。さらに急所打ち。馬場もチョップで応酬します。ジャイアンチョップを強烈に返しました。アントニオ猪木と交代。猪木のフライングドロップキック。パンチ攻撃か。カウント2。キリスキーも狙っています。支え上げるグレンバスター一発。ジョニー・バレンタイン。しかしこの人はタフです。カウント2。誠にタフなジョニー・バレンタイン。馬場の大きなグローブのようなジャイアンチョップから32番ロケットキック、アポロキックが出ました。カ
チーム1勝を挙げました。ついにチャンピオンチーム鮮やかに1勝を挙げました。素晴らしい速攻だったですね、はい、誠に壮観でした。アントニオ猪木のフライングドロップキック、そしてジャイアント馬場のフライングドロップキック、ついにジョニー・バレンタインを片指のために抑え込みました。27分50秒、日本側の1勝でやります。日本テレビの日本プロレス中継、この放送は日本テレビをキーステーションに全国31局を結んでカラー中継でお送りしております。2本目が開始されます。足が出ていたというチャレンジャーチーム盛んな抗議でしたが、どうだったでしょうね。あれはね、やっぱりね、向こうの何ですか、作戦からね、はい、ああいうもうその海鮮山線の人はね、ああいう言いかかりつけますよね、はい、あれはもうそんなことはないですね、はい、瞬間的に足の先が出てくれてもね、これはもうワンツースリーじゃしょうがないですよね。今の場合見えませんでしたよね、はい、観客席とやり合います。ジョニー・バレンタイン奥深く入ってしまいました。外人チームのコーナーについております新海選手あたりを気にしますか。ジョニー・バレンタインようやくゴング鳴りました。モンテロそしてダッフィーあたりが出てまいりまして、なおもレフリーのユセフ・トルコに抗議を行います。抗議が次第に激しくなってまいりました。ロープにかかっていたという抗議であります。ジン・キニスキーもジョニー・バレンタインも抗議を行います。もう上がったらレフリー、はい、負けするぞっていうあれしないいかんですね。そうですね、うん、必要な抗議はモントロでやります。シャツを引きちぎります。グレート小鹿が出まして、今度はそのモンテロの足を捕まえました。みかんが盛んに飛んでまいります。東京体育館レフェリーユセフ・トルコの赤いシャツが裂かれました。荒れておりますインターナショナルタッグ選手権2本目の開始であります。後ろからジン・キニスキー、前からジョニー・バレンタイン、膝を打ち当てます。あの瞬間的にですね、はい、カウントするうちにパッと離して、まあ、早いですよね、あの大きい体ですね、バレンタインとキニスキーの交代です。
でのバッティング打ち当てます。ジン・キニスキー、胸板が赤くなりました。ジャイアント馬場、さらにバレンタインが馬場を場外へ下ろそうとしておりますが、アントニオ猪木がコーナーを回りました。キニスキーが場外へ降ります。素晴らしい、すごい試合になってきましたね。そうですね。ババ苦しげな表情、頭を蹴ります。足を取った。ジャイアントババ、ジン・キニスキーを場外か。バレンタインがこれを阻もうとする。結果はジン・キニスキーを股先にしている格好でやります。胸板に16万、さらにロープへ飛ばしてジャイアンチャップ、カウンター打ち、持っていく。16万、ジン・キニスキーを捉えるか。アントニオ猪木と交代。スピニング、スピニング、スピニングするアントニオ猪木。飛行機投げからカウントですが、これまたタフな元チャンピオンジン・キニスキー、別れ際膝を打ち当てました。いいところが素晴らしいですね、はい、やられながらの防いでいきますからね。そうですね。アウト。あ、スライディングして足を挟み込みます。谷場さんに行きました。元チャンピオンジン・キニスキー、観客席は大喜びであります。日本で5分経過、日本で5分経過、合計経過時間32分50秒、合計経過時間32分50秒。猪木がどんな手か、ショートレンジからドロップキック。首投げ2発、ジャイアント馬場と交代であります。馬場出ます。胸板に重い音、ジャイアンチョップ。しかしキニスキーもパンチで応酬であります。大型の迫力、ずしんずしんと重い音がします。バレンタインの待っているコーナーにジャイアント馬場を持ってまいりました。ジン・キニスキー、エルボードロップ。首筋にもう一発、破壊力があります。ジョニー・バレンタイン独特のエルボードロップ。清水さん、はい、あのエルボードロップなんですがね、本人はその肘に破壊力があるっていうことを10歳ぐらいに気がついたというんですよ。なるほど。ちょっとエキサイト知ってきましたね、はいはい、それ以来その鍛錬をしているんだけれども、今はおそらく日本の空手もそうだと思うが、コンクリートのブロックを使って、肘を鍛えているんだというようなことを言っておりました。そうですか。自信もあるわけですね。ジョニー・バレンタイン独特のエルボードロップ、もう一発。あそこでもう横になっちゃダメですね、はい、やっぱりこっちに逃げてこないとね、はい、絶好の目標になってしまいますね、攻め方早いですからね、はい、もう一発一発がもうバチンバチンときますからね、はいはい、本人やってる人も大変ですけど、バレンタインのパンチ、しかし馬場もチョップを打ち返した。打ち返す。キニスキーと交代か。バレンタイン、もう一度膝を落とすか。首筋です。首筋に
膝を打ち当てます。ピニスキーとバレンタインの交代。もう一度強烈なエルボードロップ、喉元に、さらにロープ中段からエルボードロップ。カウントか、カウント3、アントニオ猪木出ましたがカウント3。誠に強烈なジョニー・バレンタイン独特のエルボードロップ炸裂しました。ジャイアント馬場の喉元であります。8分55秒、タイがためでジョニー・バレンタイン、ジン・キニスキー組が1勝を挙げました。日本テレビの日本プロレス中継、この放送は日本テレビをキーステーションに全国31局を結んでカラー中継でお送りしております。キニスキーが首を締め付ける。馬場選手がようやく立ち上がります。猪木選手が盛んに手当てを加えようとしておりますが、馬場選手立ち上がれません。決勝の3本目がこれから行われます。インターナショナルタッグ選手権試合。ジョニー・バレンタイン独特のエルボードロップによりまして、ジャイアント馬場1本を奪われました。1対1、いよいよ決勝の3本目の開始であります。ちょっとチャンピオンチームは苦しくなってきましたね。とにかくもうこんなんね、その何ですか、チームワークなんですね。いいチームワークないぐらいですよね。戦力が非常に分厚いという感じの今晩のチャレンジャーチーム、ジョニー・バレンタイン、ジーン・キニスキーであります。清水さん、レフリーのトルコさんが言ってたんですよね、はい、技術、体力、精神面とどれをとってみても最近では最高のタッグチームであろうと。レフリーをしておりまして感じることは、この両選手の思い切ったファイトに圧倒されまして、こうブレイクに入るのを忘れてしまうほどの迫力があるってのことを言っておりましたね。なるほどね、だからね、レフリーでもですね、体の大きいガチッとしたい人がそのアメリカでも多いんですけどね、やっぱ全然こういうことやってない人は置かなくて長いいけないでしょうね、こんな迫力ガン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 来られたんですね。そりゃ、もう気になりないようなもう試合ですよ、はい、そうですね、やってる本人同士はもう大変でしょうね、これ。そうでしょう、見てる方はこんなに面白い試合はありませんけれども、一つ一つのパンチの強烈なこと、あるいはチョップの強烈なこと、ジンキンスキーがまたも背後に回りました。力があふれますリング上。殴られても両方ともやっぱ強いですよ ね、 そうですね。だからレスラーこのぐらいのね、あぐらあぐら試合をやってこそレスラーですよね。キニスキーの背中の上に乗せられましたジャイアント馬場。こんなの苦しいんですよね、これ。
いかんでも子供さんに当たると危険です。物投げないように。レフリーが強固を取りました。すかさず倒しておいて喉元にスタンピングであります。カウント2。とにかくこの2人をね、1人で回したらもう絶対もうやられちゃいますよね、はい、とにかく中和君とよくしないとですね。それはもう2人とももうそれは何遍も言うんですけど体格がありますからね、さても球場球場どん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 攻めてきますからね、はい、無駄な攻め方しないですから。にフックしております。ジンキニスキーの両腕ようやく離れました。平手打ち、強烈な音がしました。ジャイアンチョップか。立ち上がった、馬場が立ち上がる。キニスキーをアントニオ猪木のコーナーへ持ってまいりました。フライングドロップキック、場外転落、ジン・キニスキー呆然とした表情。ジン・キニスキーようやく場内へ戻ります。腕をたすきに締め付けます。ジン・キニスキがっちりフックした腕を取ってカンガルーキック一発、フライングドラップキック。膝を打ち当てるアントニオ猪木をジン・キニスキーが捕まえてジョニー・バレンタインの前に据えました。コーナーマットを背負ったアントニオ猪木、膝を打ち当てるジン・キニスキーからジョニー・バレンタインと交代。その動脈をボンボン殴られますね。叶いませんね。猪木が反撃展開、額にパンチ、左腕を決めましたバレンタイン。アームバーに行きます。バレンタインの攻撃、これ柔道の、ね、十字型みたいなですね、はい、
猪木がピンチに追い込まれております。ジンキニスキーの待つコーナー近く、ブリッジで逃れるかアントニオ猪木。強力な素晴らしいブリッジができましたが、ジンキニスキーと交代。キニスキーも左腕を攻めます。ようやくアントニオ猪木、ジャイアント馬場と交代であります。馬場有役登場、リング上ノーテンション続きを浴びます。ジンキニスキー得意の続き、あっと場外転落。インターナショナルチャンピオン、ジャイアント馬場であります。本部席前に倒れ込みました。ジャイアント馬場、今度は場内へ持ってまいりました。ジョニーバレンタインが向こう側のコーナー、もう一度ジャイアント馬場場外へ転落であります。キニスキー身軽に場内へ戻ってまいります。アントニオ猪木が待ち構えている。猪木とジン・キニスキーのアントニオ猪木のボディスラム、場外へバレンタインを追う。エルボードロップを見舞うジョニー・バレンタイン場外。ジャイアント馬場はようやく今頭が見えます。まだ立ち上がれない。インターナショナルチャンピオンコンビピンチに追い込まれております。カウントが行われます。猪木が場内へ戻りました。猪木場内へ戻った。猪木場内へ戻った。手が上げられる。リングアウト、カウントアウト。カウントギリギリで戻りました。アントニオ猪木2対1。今のやつはね、猪木選手の資金ですよね。はい、あのちょうどもうギリギリぐらいで飛び上がりましたもんね。時間切れいっぱい、いやカウントギリギリいっぱいでアントニオ猪木が場内へ戻りました。カウント20以内に戻らなければなりません。アントニオ猪木の手が上がっております。11度目の防衛成功。勝ちましたけど、そのエマのやつはもう、はい、危ない勝ち方ですね。そうですね、もう本当の広い星みたいな星ですよね、はい、とにかくバレンタイン、ジン・キニスキーという2人組、猛烈なコンビネーションの良さと分厚い戦力を見せつけてくれた一戦と言っていいでしょうね。今ね、ババよくやったぞ。猪木選手とね、ババ選手があのタッチしてないと思ってるんですよ、はい、外人がね、はい、ババが中に入ってましたからね、ここであのそのそういうなんかそのタッチしてないしてないなんて物言いをつけてますけどね。防衛チーム、アントニオ猪木、ジャイアント11度目の防衛成功。インターナショナルタッグコンビチャンピオンベルトがババ、アントニオ猪木のたくましい腕に再び奪還されたわけであります。日本テレビのインターナショナルタッグ大トロフィー、これを奪おうというジョニー・バレンタイン、ジン・キニスキーであります。この奇妙だわ。外国勢が総出で抗議ですね。模倣のね、模倣のコーナーからね、見てたから分からなかったんですよ、はい、あの自分たちのこのコーナーの前だったんですからね、あの振り回された時パッとタッチしましたよね、はい、向こうから見えなかったんですね。だからそれで何か言ってるようなあれですね。タッチしたかレフリーが散々に外人勢の抗議に遭います。実力行使にあっております。ジャイアント馬場の手を挙げました。